ビジネスブックコレクション。不思議な感覚ですが、私の中で突如まるでかすかな閃光が弾けるように、私は今ここにいますという思いに突き動かされることがあります。私が今ここにいる、そんな当たり前のことが私にはとても感動的なことに思えるのです。今回のブックコレクション、おすすめの本はこちら、女の選択。この本を書いたのは生活科学研究所の今野由里さん。今野さんがこの本を出すにあたって、ご自身の経験を語ることが悩める女性たちに役に立つのではという思いから書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。